JR で数多く発売されている、お得な切符。正式には特別企画乗車券といい、昨年、JR 西日本が発売した、どこでも切符も、この中に含まれます。お得な切符には、青春18切符のように、特定の区間内において、特定の列車が乗り放題になるもの、回数券のように使えるもの、往復での割引を実施するものなど、数多くの種類が存在します。その中でも今回は、歴代の乗り放題切符の中で、特にお得な切符を3つほど、見ていきましょう。青春18切符。1982年に発売が開始され、40年経過した現在でも、発売が継続されている、国鉄時代からの古参切符です。JR 全線の普通列車、快速列車が1日間乗り放題 ×5 回分という、単純明快な利用方法は、あまりにも有名で、数多くの人に利用されています。現在の発売額は12,050円ですが、発売当初は8,000円でした。近年では、新幹線開業に伴う、並行在来線の第三セクター化、夜行快速の廃止によって、使い勝手は落ちてきてはいるものの、JR をまたぐフリー切符が、希少となっている昨今において、非常に重宝されています。周遊切符。起源は大正時代まで遡りますが、ここでは国鉄時代からのものを紹介します。まず、周遊券は一般周遊券と、近越周遊券で分けられていました。一般周遊券は国鉄が指定した周遊指定地を2カ所以上巡る旅行に対して発売され、連続した乗車券が全てに割引となるものでしたが、周遊指定地までルートを自分で設定しなければならなく、手間がかかってしまうため、そこまで人気なものではありませんでした。それに対し、近越周遊券は発駅から周遊地、例えば九州や北海道などの広い地域へ、国鉄が指定した経路での往復と、周遊地でのフリーパスがセットとなっていました。周遊地までの往復と周遊地では、急行の自由席に乗り放題、その後周遊地では特急にも乗れるようになりましたが、別に特急、寝台券を購入すれば、寝台特急、新幹線にも乗車できました。手元に1980年の時刻表があるので、この時代の周遊券について見てみましょう。1980年、10月から5月までの広島発、北海道ワイド周遊券は、現在の消費税価格で40,720円。20日間有効でした。ちょっと計算してみましょう。広島から函館までの往復を、普通列車、急行北国、青函連絡船と考えると、35,390円かかります。つまり、プラス5,320円で、道内が乗り放題というわけです。往復分を移動するのに丸4日かかりますから、16日間北海道に滞在することができ、1日たった 332.5円で、北海道の急行列車が乗り放題というのは、異常と言っても過言ではないでしょう。遮音フリー切符。1987年3月31日、国鉄最後の日に、その記念として国鉄が発売した、最後の記念切符です。名前は普通ですが、効力が、一味違います。なんと、6000円で国鉄全列車の自由席が、乗り放題の切符が発売されたのです。後にも先にも存在しない、まさしく歴代最強の切符でしょう。10万枚限定で特定の駅で発売し、各発売駅では、徹夜の行列が形成され、即日完売しました。そのため3月31日は、新幹線も、特急も超満員。30日発と31日発の夜行列車も大変な混雑で、大垣夜行急サイリンが初めて運転されたのも、この時です。またこの切符には、4月1日の0時を超えて走る列車については、途中下車しない限り、その列車の終着駅まで有効というルールがあるので、そのルールに則って、できるだけ長く列車に乗ろうとすると、函館から青函航路、特急初狩り、東北新幹線、そして上野へ、東京まで移動し、
そこから寝台特急ハヤブサに乗り、西鹿児島へ。手元に1987年の時刻表がないため何とも言えませんが、寝台特急ハヤブサの寝台券さえ購入できたら、北海道から九州まで、6000円プラス寝台券だけで移動できたと思います。歴代のお得な切符、いかがだったでしょうか。ここで取り上げた以外にも、ユニークな切符はたくさんあります。それを一つ一つ調べていくのも、面白いかもしれません。それでは今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。